皆さん、こんにちは。今回は、始めたての人に激推しのオーダーが出てるんで、ちょっと、紹介していこうかと思います。これですね、ラビットスクランブルオーダーなんですけど、これ、まあ、多分、エイプリルフール っぽくないですけど、バナーが エイプリルフール系の、多分、オーダーに当たるんじゃないかな、多分、わからないけど まあ、とにかくね、これがなんかすごくいいので、まあ、何がいいかっていうと、この、まあ、ピックアップ4つあるじゃないですか。まあ、看板となるような、この看板画像の、スキルですね。まあ、これピックアップって言って、まあ、ステップ5まで行くと、まあ、新星を1枚確定って書いてあるんで、この4枚のうちどれか当たるっていう感じで、まあ、このピックアップされたやつが一番なんかその確率が高くなってるんですよね。まあ、このステップ1の場合でも、まあ、0.325、その下が0.010ってなってて、まあ、ステップ3に行けば確か8%ぐらいじゃなかったっけ？そうですね、8.125%になって、で、まあ、ステップ5まで行けば、まあ、確定なんで25%4つ分っていう感じになりますね。あ、そうですね、こういう感じですね。で、4つちょっと紹介というか見ていこうかと思います。これ、フルバーストの、片手直径の、防御力かける2攻撃力が上昇ってやつで、まあ、これはもう、単純に強いですね。まあ、この凍傷の時っていうのはちょっと使いにくいとは思うんですけど、まあ、フルバーストの片手直径ってだけですごい使えるし、まあ、これなんかやっぱ始めたての人、ストーリー進めるとか、まあ、イベント周回するとか、まあ、50層以下のフロアボスと戦う時とか、これは全然、まあ、いいし、で、残水だから、まあ、81層にもまあ使えるけど、まあ、81層状態上、あ、でもパーティーだとあれか、殴った方が早いか、まあ、わかんないけど、まあ、とにかくね、片手直径のこの、防御かけ2のフルバーストってだけで、まあ、始めたての人はいいなって思うので、まあ、おすすめっていうのと、2枚目、これ、勝負師4バフっていうのがついてるんで、もうこれだけでめちゃくちゃいい。攻撃モーションどうだったっけな、なんか忘れたんですけど、もう勝負師ってだけで、まあ、すごくいい。あ、でも、モーション忘れちった、なんだっけな、ちょっと待って。今ちょっと、俺のいるギルドの、そのディスコードになんか攻撃モーション貼ってくれてる人いたんで、ちょっと見たんですけど、まあ、そんな遅すぎない感じだったんで、まあ、ガイザーショックってやつですね。まあ、ガイザーは、ま、片手直径の、双剣士の記憶友情でガイザーだったじゃないですか。あれ、水っていう意味なんで、まあ、これショックっていう、まあ、モーションで、まあなんかそんな、まあ全然いいかなっていう感じですね。攻撃モーションの割にスイッチ76っていうのは結構、まあいいんじゃないかなって思います。まあ、機会があればね。まあ俺なんかその別のちょっとチャンネル作って密かにね、攻撃モーション上げてたりするんで、まあ、まあ 俺のチャンネル知ってる人はそっち見てもらえれば、まあ、チャンネル登録10人ぐらいしかいないですけど サイトに載せるためにモーション撮ってるだけの動画なんで。素敵な出会いさ、これはもうね、パワーライズ4なんで、始めたての人はこれ一番当たりかもしんないですね。まあ、このね、フルバストの片手直径も全然いいんですけど、これの方が俺は個人的に当たりかなって思います。ただ、まあ、防御力が30%低下するんで、まあ、始めたてでちょっと操作があまり、なんか、うまくないというか、おぼつかない感じだったら、ちょっと、不安になるかなと思うんですけど、まあ、これ絶対必要になると思うんで、防御低下するんで、片手直径だと、まあ、弱いですよ。防御かけに攻撃力上昇なんで、まあ、弱くなっちゃうんですけど、片手直径以外、強くなって、で、今の環境って片手直径以外が、やっぱ強いんで、片手直径って、まあ本当に初心者向けっていうか、始めたての人が戦うようなボスは全然いいんですけど、その後の上のボスになってくると、本当になんか役に立たないとまでは言わないけど、もう攻撃1しか食らわないんで、ボスには。まあ属性耐性っていうのがあって、まあ、そういう理由で片手直径以外がすごくいいんで、まあ、これパワーライズ4、デルトあたり。あとはこれ、烙印デバフ4枚目、ついてるんですけど、まあ、これがね、ギルドランキング戦ですごく良くて、まあ、このゲームやる目的って言ったら、なんか大体の人は、まあ、ギルドランキング戦なのかなって、まあ、それを目標にしてなんか日々周回頑張ってるみたいな
人が、まあ、多いのかな、わからんけど、なんか結構あの上位勢とかだとそういう人が多いような気がします。で、まあ、ブレイクゲージ99なんで、まあ、このゲームさ対戦機能ないけど、そうギルド対抗戦って感じで唯一やっぱあの競える場があるんで、そういうのがあるんで、まあ、そのためにやるんで、やっぱね、このね、このデバフが本当にギルメ30人いたら30人分かかってくるんで、で、まあ、これ99スタックまでいくといくつだっけ、 49.5% だっけ、忘れたけど、まあ、これがね、あの 49.5% っていうけど、このダメージ計算式のかかり方が、まあ、これがね実はすごく良くて、でしかもあの最近のレイドボスはね、あの火ダメ耐性っていうのがあって、火ダメ耐性ある敵にねこれやると、その火ダメ耐性が緩和できるんで、まああとはねブレイクゲージ増加量が多いっていうのがすごく大きいですね。で突水なんで、あれですね、最近出た85層フロアボスのカオス化したやつ、まあ、カオス100機艇、カオス法案ってやつ、これのそれの、まあ、ブレイク、まあ、八方崩しってやつ、あのブレイクゲージ増加量が上昇するアビリティみたいなのを一緒に使うと、まあ、ブレイクできるのかと、かなって思います。ただ、まあ、これ、ね、ブランディッシュっていうモーションなんですけど、クソ遅いんですよ。マジで遅いから、あの始めたての人だともしかしたら、まあ、なんか使いにくいみたいな思うと思うんですけど、まあ突水なんで、まあ、31層の道中とかで、31層迷宮区の道中で、まあ、モブ狩りにまあ使えなくはないのかなって。でモーションなんですが、ちょっとこれ遠目から見た方がいいと思うんですよ。結構範囲広いんで、ブランディッシュって結構遅いんですけど、これはあの初撃が入るのが結構ね、あの遅いんですけど、まあなんかあのすっごい範囲が広いんですよ、これ広範囲全体攻撃で。でそれでまあモブを一度に多く捉えやすいので、もし31層迷宮区でワンパンしたいという時に、いやでも結構ステータス高くないとワンパンはきついのかな、どうなんだろうな。あすごいね、これあれじゃん、だと追いかけるキリトって、これあれじゃん、片手直径のフルバースト、限界突破するとあれですね、スキル威力高めになってるやつですね、まあ、4500までいくと、あこれいいですね。まあでもなんだろう、攻撃、単体7連撃か、ちょっとこのポリューションっていうのが分かんないですけど、まあこれはまあとにかく始めたての人はね、このあのフルバーストあれだけでまあいいので、まあいろいろ意見あるんですけど、そのなんていうんだろう、その直剣もっと先に引くかフルバースト先に引くかっていうのが結構議論に ならないかそんな議論してる人あんまいないからだけど、まあなんかその片手直剣のモッドスキルあった方がなんかその掲示板すぐ倒しやすいとかね、まあ、バーストってその条件を満たすのにめっちゃ時間かかるんですよ。まあこれ貫突すれば風条件が減ってみずみずザンになるんですけど、あみずみずザンって結構厳しいのか、もしかして水のスキルって配布でそんなない、もしかして。でもこれ使うわけにもいかないもんな、水ダイモンだけどさ、水でなんかいいのあったっけ、これ水か、なんか裏セットで条件満たしてから表セットに切り替えるっていうのもまあできなくはないけど、これまあ星1だけどな。まあクールタイムが何秒、5秒だから、まあこれ打った後に5秒待って、これもう一回打ってってやると、まあ水水にはなるんですけど、裏セット片手再建になっちゃうんで、あこれも水なんだ、まあ、裏探検、うん、まあなんかちょ水水ってっていう条件ちょっと満たしにくいな、これ難しいな。いやでもやっぱ外れ、いやでもうーんどうなんだろう、外れがないんだよな、これは外れではないからさ、やっぱ片手直径のフルバーストってだけですっごい使えるし、まあこれ自体打っても水だから、これでこれ自身のバースト条件満たせることは満たせるんだけど、これ通常打ちするとクールタイム15秒なんで、これ打った後に次のまあ、水打ってザン打ってってなったら、まあそれ打ち終わる頃にはこれのクールタイムが復活してると思いたいけど、どうかわかんない。まあ風まで打つとさ、まあ15秒経つのかな、わからんけどその経つか、まあとにかくね、
このオーダーマジで始めたての人に激推しで、でこの中だと一番狙いたいのがこのパワーライズ4で、でその次が、まあ、勝負師も魅力的なんだけど、まあ条件厳しいけどフルバーストの直剣かな。で3番目が勝負師4バフ、このバフマジで強いんで、で4つ目4番目がまあ楽印、まあこれはまあ、ギルドランキング戦で使えるかなって、なんか、まあ、普段の集会で使うとさ、ちょっと知識ない人がもう、まあ、何そんなもん使ってんだよって怒るかもしれない。なんか実はこれこの楽印っていうデバフめっちゃ強いんだけど、ちょっと分かんない人はね、変な人は怒るかもしれないんで、でこの中だとまあ、ちょっとこのオーダー開催期間も終了間際なんですけど、フィリアバースデーオーダーが次におすすめですね。でここにはね、ピックアップで刻印っていう効果を持つスキルが入ってて、この、ね、刻印持ってない人ね、マジで危機感持った方がいいですね。刻印ないとちょっとソロカオス厳しいって、マジで、うん、マジ厳しいんで、これまあでも終了間際だからな、でも一周するのに6250ジェムしかかかんないんで、まあこれはね、ほんとね、刻印狙いやすいオーダーってなかなか来ないんで、本当にね、1年に1回ね、このフィリアバースで来るんですけど、これ来るまでずっと待ってる人もいてね、刻印欲しくて。で、このね、ピックアップ以外にもね、まあ、刻印がね、入ってはいるん で、ステップ3まで行くとね、フィリアの刻印って結構あって、で、この駆け抜けるフィリアが刻印でしょ。でこれトレジャーハンターフィリアが刻印でしょ。でまあ刻印ってさっき言ったさ、楽印と一緒なんですよ、ダメージ計算のかかり方が。でしかも、まあ、次に受けるダメージを2倍にするって書いてあるんで、まあ、実際は正確には全然2倍じゃないんですけど、まあ、計算式的にはこの刻印がかかるところ、まあ、正確には覚醒率っていうところにプラス 100% されるんで、まあ、これがねすごくいい。まあパーティーでやるときもね、パーティーメンバーの支援になるんですけど、ただ次の攻撃敵食らっちゃうと消えてしまうんですよね。これ刻印入れた後にここに書いてあると思うんですけど、この効果が発動するか10秒経過で解除ってあるんで、まあ、他の人が触っちゃうと消えちゃうんで、なんか例えば他の人が通常攻撃とか触っちゃうともう終わっちゃうんで。でこれ刻印打つ人さ、なんかまあクイックパーティーとかよくいるんだけど、まあ普通のパーティー組んでも全然いるんだけど、刻印打つタイミングっていうのをなんか結構考えた方がいいと思ってて、まあ絶対そうしろとは言わないんだけど、そうしないと意味ないよっていうのをちょっと言っておきます。なんか本当に開幕早々いきなり打ってもみんな最初バフかけたりとか覚醒するとかちょっと準備がいるんで、このパーティー組んだ時に左にさ、パーティーメンバーここ表示されるじゃないですか。でここにスイッチ OK っていうのたまに出るじゃないですか、他の人スイッチ溜まった時に。でそのスイッチ OK ってなったら打つとか、みんななんか覚醒しだしたなとか、なんかみんななんかモッドスキルとかフルバーストスキル打ってるなって、こうスキル打つとさ、こういうさ、なんかこうイラスト出るじゃないですか、アイコンみたいな。でそういうの見て、なんかこのタイミングでこの人このくらいで打つかなっていうのをやってるうちに、まあ、慣れてくるとね分かってくるんで、火力出してる人の様子動きとか見てて、まあ、ちょっとなんとなくこれくらいかなっていうので見計らって打つといいと思います。まあ絶対乗せなきゃいけないっていうわけでもなくて、まあ、乗んなかったら乗んなかったとしょうがないんで。また闇属性のね、鬼バフもついてて、まあ、自分使うとき、まあ、小春持たせてスイッチ、打ってもらうとか、小春に通常打ちしてもらうときとか、もうね、闇ためが上がるんで、まあ、カオス235のカオスラングレンとか、まあ、始めたての人はね、もう、本当に、すごい遠い話だと思うんですけど、まあ、闇属性ダメージ上がって、まあ、とにかくね、小春が使うとき闇ためも上がるんで、自分の。まあ、カオスマジンとかソロで回る人はいいのかもしれないですね。まあ、あとは、ていうかカオスマジンはパテでやる人が多いのかな、今は。わかんないけど、正直ソロの方が楽な気がしますが。この、噴光、これもいいですね。サポートする人はやっぱ HP 回復したい、やっぱ耐久したいっていうのがあるんで、まあ、そういうのいろいろ
考えて、やっぱこれすごくいいですね。まあ、スイッチ打たずとも発動する刻印ってだけでめちゃくちゃ大きいんですけど、モーションもね、そんな遅すぎないってことで、まあ、この中だと2番目ですね。あとはまあ、これはもう多分この動画出す頃にはもうなくなっている、開催期間が終わってるでしょうということで。で、これは、まあ 入ってるスキルは強いんですけど、まあ、ステップ3式で、新星4が1番確定でもないんで、これステップ3まで引いてもゴミしか出なかったよみたいな人がいっぱいいるんで、結構これはガチで課金する人向けで5、6周ぐらいしないと、まあ、5、6周で1枚出るか出ないかくらいの、まあ、やつなんで、1周6250ジェムですけど、まあ、実際は3万、4万ジェムとか使わないと。あとこれね、本当にジェム貯まるまで待てないっていう人は、まあ、これでもいいかもしんないけど、まあ、これはこれで多分、半分くらいゴミなんで、半分以上ゴミですね。ただ、まあ、当たったらいいなっていうスキルはあるんですよね。特にこのフェイクオーダー友情ってやつと、まあ、あとは、なんだっけな、社員ブーストか、まあ、これは、生属性以外のダメージが50%も低下してしまうんで、ちょっとビギナー向けではない、本当に始めたての人はちょっと使いどころが限られてくるんですけど、まあ、それでもやっぱ、いやでもビギナーでもこれ引いたら引いたで、まあ、一応パワーライズではあるんですよ。ただ使いどころが本当に限られてるパワーライズで、まあ、あとこれもね、何気全体攻撃の直剣モッドなんで、まあ、道中のモブ狩りがしやすいのと、まあ、これもね、コンビネーションバフでいいし、まあ、これもね、極光輪か。これもまあ、ギルランで使えるっていうので、まあ、これが3番目かな。1番目が、ウサギのラビットスクランブルオーダー、2位がエシフィリアオーダーで、3位が、まあ、エイプリルフールオーダー。で、まあ、これ4月9日、あれ？この動画撮ってるのが4月8日なんですけど、多分9日だっけな。アリスバースデーオーダーが近くて、で、4月9日がアリスバースデーで、その次の日、4月10日が友情バースデーで、で、その9日後に、まあ、リーファバースデー来るんで。で、リズベットバースデー引きたい人はね、次の月5月18日なんで、まあ、1ヶ月くらいジェム貯めたいっていう人はもう今のうちから貯めた方がいいと思うんですね。あと、アルゴバースデーオーダーもね、6月にあるんで、まあ、作詞アルゴ欲しい人とかね、今のうち貯めてもいいかもしれないですね。まあ、アルゴは出てるスキル限られてるんですけど、まあ、リーファでもね、作詞バフに似たやつあるんですけども、リーファのスキル種類数が多すぎてちょっと狙いにくいんで、まあ、狙うならアルゴバースデーかなってちょっと思うんで、まあ、タンクサポートとか、考えてる人は今のうちに、まあ、リズバまでちょっと貯めておくといいのかなって。で、まあ、アリス友情バースデー出たら、まあ、それはそれでなんか直近の、まあ、フルバーストとかなんか出そうな気がするんですよ。アリス友情は、片手直剣の強いスキルがピックアップされる。リーファーもそうか。なんで、フルバーストを、まあ、優先して狙いたいっていう人は、そっち待ってから、まあ、引いてもいいのかなって。さっき言ったように、水の直剣フルバーストちょっと使いにくいんですよね。これが、発動条件水水残っていうので、水属性のスキル持ってる人はこれ狙っても全然いいですけど、ちょっともしかしたら使いにくいかもしれないんで、まあ、ちょっとアリスとか友情バースで出るまで、出てからいろいろ見てからその引くとかね、ちょっと様子見てから引くといいかもしれないですね。ただこのフィリアバースで先に引きたいっていう人は先に引いた方がいいです。刻印はもう本当にね、あった方がいいんで。まあ、大体そんな感じです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。